キンスパズムと下胸線の違いでしょ、はい、キンスパズムというのは筋肉がアクチンとミオシンがはまり込んで抜け出せなくなっちゃった状態。あの一番言われてるのは ATP が足りないせい。ATP ってこの下胸線がはまり込んだところから外れるときにも必要なんだけど、循環が悪かったりすると ATP が足りなくなって離れなくなっちゃう。だからずっと収縮したままの状態が、これがスパズム。いわゆる肩こりとかこういう系のスパズム。スパズム。大泉みたいな。で、下胸線っていうのはこれにこういういらない繊維がこう入っちゃったやつ。これのせいで抜け出せなくなってる状態。これなんで起きるかっていうと、ずっと動かさないでいると、もうこの筋肉動かさなくていいのかなって言って、いろんな繊維が入ってきちゃって、ATP いくら供給しても外れないって状態。だからギブス巻いたのがこっち。だけどギブスとかずっと巻いてたわけじゃないんだけど、肩こりとかって起きるじゃん。筋肉硬くなるじゃん。あれはスパズム。だからこっちなのであれば、ストレッチいっぱいかけて、この下胸繊維を除去しないといけないし、スパズムなのであればマッサージで ATP を血流と一緒に供給してあげれば、循環良くすれば ATP 供給されて外れる。